鳥取環境大学には環境学部と経営学部があり、自然環境の保全と経済発展、2つのバランスの取れた社会の実現を目指しています。ファイナンシャルプランニング、経済、環境教育などが専門の経営学部泉美智子先生、親子向けの経済教室の開催や絵本、児童書などを出版、長年子どもの経済教育に携わっています。前回の授業テーマは親子で話そう、お金の話でした。日本では子どもはお金のことを口にするなということで育った家庭も多いんではないですか。とはいえ、今はグローバリゼーションの荒波が押し寄せてくる中、社会に出た時にいろんな世界中の人たちと競争をしないといけなくなります。そういった時にお金の知識、そういったことも知らないでは済まされません。ちょっと値段のことについて考えてみましょう。ここに 500ml のボトルがあります。ミネラルウォーターは1本いくらでしょう。これは皆さんよくお買い物をされるのでご存知かと思います。だいたい100円くらいですね。この水、どこからかその水を汲んできて、それをこういうふうに500ミリだとか2リットルだとか少しずつ、ボトルに入れて、そしてラベルを貼って蓋をして箱に詰めて、荷物を出して小売店に持って行ったり、自動販売機に納めたりということをしますね。そこにかかるお水以外のコストっていうのは結構かかっているんです。それでは次、今度はお酒です。国産の赤ワイン、これはだいたいいくらでしょうか。これは小売価格を統一して消費者物価指数の中から、計算してみました。250円、結構安いですね。はい、ではフランスワインはいくらでしょうか。640円。値段の下に書いてある、括弧の中に書いてある、これ全部お酒にかかる税金です。お酒にはすべて酒税という税金がかかっています。国産ワインの場合は酒税、だいたいこの 500ml に対して40円、同じくワインですから40円の酒税と、あとフランスから輸入することで関税が62円かかっています。このようなお話も子どもたちと一緒に話をすると楽しく値段のことが理解できるのではないでしょうか。硬貨やお札を使わず、クレジットカードや携帯電話などで気軽に物が買える時代、子どもたちがお金や物の価値について考える機会は減っています。家庭で子どもと楽しくコミュニケーションを取りながら、一緒に正しいお金の知識を身につけていきたいものです。今回はお金と物の価値について考えます。お金を捨てる、一体どういうことと思うかもしれません。実際にちょっと考えてみましょう。通信販売などで衝動買いをして後悔なんかしたことないですか。今は、どこにいてもクリックで物が買えます。そして買って届いたもの、洋服だったり、いろんなものが買えるわけですけれども、色が気に入らなかった、サイズが合わないということで、そのままタンスの中にしまったまま、こんな経験を持っている人も多いと思います。また飲食店でついつい注文しすぎて食べ残してはいませんか。ある学生がこんなことを言ってました。レストランでアルバイトをしている学生の話です。ホールで注文を取りに行ったその学生が、人数の割にはたくさん注文をするので、本当にこれだけ食べれるのかなと思ったそうです。そしていよいよ食べ終わって会計をするときに、そのテーブルの上にはまだまだ、食べれる食べ残した、お料理がたくさん残ったままになっていたそうです。それを見ながら本当に悲しい気持ちになったというような話をしていました。私たちはもう今食べたいものは何でも食べれる、手に入るという時代に生きています。給食だって食べ残しをする人も多いと聞きます。お母さんが作ったお弁当に関しては好きなものが入っているので、あまり食べ残しをするということは聞かないですね。また立食パーティーなどで
100人200人と集まった会場でたくさんの豪華な食お料理が並べられます。そこでパーティーが終わるとまた半分ぐらいお料理が残っています。その残った食べ残したお料理はすべて生ごみの袋に入れられて捨てられていくのです。食べる前にちょっと、気を使ってまた食べてまた欲しかったら注文しようとかちょっとした工夫で随分食べ残しの量が減りますよね。ある住宅街のごみの収集日、これはある研究者が、報告をしたものの中から、抜粋しています。約50世帯分のごみ袋の中身を調べたところ、全く手をつかずに封も切らずに捨ててある食品が 11% を占めていたそうです。買ってきたものを冷蔵庫の中に保存しておいて結局食べなかった、そして期限が過ぎて古くなったものをそのまま古くなったからといって生ごみの中に入れてしまったということですね。この研究をした調査をした先生がおっしゃっていました。これは飽食ではなくて飽食だと嘆いておられました。使い捨て、また使わずに捨てる、この行為は決してあってはならないことです。限られた資源の無駄遣いになるばかりではなく、せっかく食べ物としてエネルギーを使って作られたものが食べずにそのまま捨てられると、また捨てるためにエネルギーを使って燃やしたり廃棄したりします。そしてその結果空気を汚すことにもつながります。この絵は何の絵か分かりますか？これはあるコンビニエンスストアで期限が過ぎたからといって棚から下ろされ捨てられた食べ物です。まだまだ食べれそうなものがたくさん入っています。実はこのコンビニエンスストアでも学生がアルバイトをしてこういう行為を毎日やる中でいろいろ考えさせられたということで、罪悪感、この罪悪感を持って私に話をしたことがありました。こういったものがやはり、毎日のように行われていると現状に驚きではありませんか？この写真は私がベトナムを旅行した時の写真なんですが、船の上で生活をしている家族の写真です。船上生活者と言いまして、この船の中で生活をしたりまた仕事をしたりしています。当然学校には子どもたちは行っているわけではありません。そして一生懸命お父さんとお母さんの仕事を手伝いながら生活をしているわけです。このベトナムという国も日本から5、6時間で到着します。そんな近い国、こういった国の中で同じような子どもたちがこんな暮らしをしている、こういうことを一緒に合わせて考えてみると、いろんなことを、私たちは食べ物の無駄、使い捨て、使わず捨てる、こういうことの行為がどうなのかということを振り返るきっかけになるのではないでしょうか。また子どもの意識と実態、このもったいない話なんですけれども、実は子どもは日常生活の中でよくもったいないという話をお母さんから聞くことはあります。そしてその子どもたちがもったいないという言葉は知っているんですが、学校の先生に言わすと、このもったいないということが日常の実際の行動に結びついているわけではないと言っています。実際にやはりこのもったいないという気持ちを行動と結びつけるためには、お金、物やお金、そして人の心を大切にする教育を家庭、学校、社会、これが一つとなって取り組む必要があるのではないでしょうか。そのもったいないが守る地球環境と子どもたち、 3R、 そしてもう一つの R についてお話しします。ケニアのワンガリ・マータイさん、植林活動への貢献が高く評価されて2004年にノーベル平和賞を受賞されました。日本語にもったいないという言葉のあることを高く評価されて、これを世界共通語にしようということを提唱されました。もったいないという言葉、これを辞書で調べてみますと、そのものの値打ちが生かされず無駄になるのは惜しいということを意味します。なるほど、物の値打ちを生かす、これを良しとする日本文化の誇り、そう言ってもいいかと思います。そのマータイさんが
おっしゃる 3R プラス R、 もう一つの R について。 3R とはリデュース、リユース、リサイクル。もう一つの R はリスペクト、これは自然への敬意を表します。マータイさんはこのリスペクト、自然への敬意をみんなで持ちましょうということを提唱されました。かけがえのない地球資源に対する尊敬の念が込められた言葉、もったいない。マータイさんがこの言葉に感銘を受け、日本から生まれたこの言葉が今、世界をつなぐ合言葉になっているのです。ゆでがえるという言葉をご存知ですか？この絵のようにお鍋の中にカエルたちが入って楽しそうに遊んでいますね。これはもしこの鍋の中に沸騰したお湯が入っていたらどうでしょう。カエルは慌てて外に飛び出します。もしお水だったら、その水がじわ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 徐々に徐々にあったかくなっても、そのあったかくなる温度に気づかず、カエルたちはじっと入って楽しく遊んでいるかもしれません。そして気がついた時にはもう遅く、ゆでガエルになってしまうという話です。私たちも地球温暖化、気がつかずに、知らず知らずに、私たちの行為、これが地球温暖化を進めることになっているかもしれません。一人一人の心がけ、これを大切にして、私たちもゆでガエルにならないように気をつけたいですね。今回はお金を捨てるをテーマにお話をしました。私たちは日頃気づかないうちに買ったものをそのまま使わずに捨ててしまったり、食べ残しをしたりという生活をしています。結局これは物を捨てる行為、お金を捨てることにつながります。マータイさんが日本語のもったいないということを世界共通語にしようと提唱しました。このもったいないをみんな、私たち一人一人が感じて生活をすることを心がけていきたいと思います。食べ残しをしたり、まだ使えるものを捨ててしまうということは、お金を捨ててしまっているのと同じです。もったいないという言葉を思い出し、自然や物の価値をもう一度見つめ直してみましょう。次回はライフプランを考えるをテーマに、今後の人生設計や家計の収入、支出などについて考えます。